くれたら張本人が来てるんですよね。あ、そうなんだ。今回のゲストとして来ていただきましたリミックスの長津トムさん。こんばんは。今回の司会をお願いしております二杉慎さん。まずなんでねこういう本を書いたのかっていうその動機のあたり教えていただけますか。いや出版社から発注があって前々からちょこちょこヒップホップだったのが96年ぐらいの出来事とかをちょっとまとめたりとかした文章を書いてたりとか、あとクイックジャパンで日本のヒップホップのことを割と20枚ぐらいで長く書いたのがあったりとか、レコーダーっていう見込みで、80年ぐらいの吉祥寺マイナーのシーンとかその辺のことをちょっと書いたことがあったりとか、そういうのをさっきの大久保さんが読んでくれてて、ああいう感じでもっと広げて、それこそ生まれた時から現在までという形で書いてみませんかということで始めたんですけど、タイトルをいるべき場所っていうふうにしたでしょ。はいはい。これは何なんですか。なんか結局そういうのを求めて、なんかあちこち顔を首突っ込んでるんだろうなと。あともう一個はヒップホップのルーティーンで In the place to be って言うじゃないですか。あ、直訳すると意味わかんない。 In the place to be ってどういう意味だろうと思ってた時に、いるべき場所 place to be だったから、あ、be を be ってべきっていうのもあるじゃないですか。いるべき場所って訳すとなんか分かりやすいかな。In the place to be あくまでも昔あったものにさらに新しい生命を吹き込むっていうふうに思ってますけどもね、そのまま聞いたら全然。石田さんのために用意されたような感じで。新曲もたくさんあるので、あ、そうそうそう、アルバムが、ダファンクラブっていう新しいのがもうできてるんですけど、ジャケット待ちで、ハイノさんとやった時のライブの CD とかも出そうかなと思ってるし、ミックスものもどんどん出るので、ね、よろしくお願いします。じゃあどうも今日はそこまでありがとうございました。ありがとうございます。こんなにたくさんの人に来てもらっても、思わなかったので、あ、はい、嬉しかったです。はい、ありがとうございました。